い、皆様おはようございます。さあ、今回はですね、2日ぶりに朝から将棋で詰め将棋の方を、やっていこうかなと思っております。昨日はですね、動画2つしか送れなかったんですけど申し訳ございません。その分ですね、今回の詰め将棋内容をたっぷりでお届けしたいなと思っております。今までの将棋とね、大きな違いが1つございまして、全ての駒が、もう盤面に並んであるというね、状態になります。こちらはですね、実戦式詰め将棋ということでね、とある場面に、まあ、最終盤に見られる、まあ、詰め将棋をお持ちいたしましたということで、ね、もうここからはですね、なんと詰め将棋ができてしまうというね、面白いね、将棋でございます。私がね、たまたまこうやって指してた時にこの状況が生まれてしまったと、まあ、たまたま偶然見つかってしまった詰め将棋という形になりますね。それではね、1分間ほどお考えいただきたいかなと思っております。あ、ただですね、今回は、ね、譜面が多いのでね、いつものように譜面の、これがこれというのはちょっとね、長いので差し控えますが、先に、玉型の玉の位置だけね、確認しておきましょうか。これだけはね、簡単ですかね。7六玉ですね、7六玉。そして持ちがまあ歩1枚、桂1枚、銀1枚、香1枚と1枚ずつございまして、もちろんこの中にですね、ダミーあります。実戦式なのでね、どれを使うのかっていうのもね、しっかり頭の中で想像しながらやっていくのが一番じゃないかなと思っております。それでは1分間お考えください。はい、1分間ほど終わりました。ご視聴いただきましてありがとうございます。さあ、済ませることできましたでしょうか。今回実戦式の詰め将棋なんでね、何手で済ませるのかというのもね、これ非常にわからない状態、何の駒を使っていいのかもね、まあ、ちょっとわからない状態なんですけど、これ2通りありますので解説させていただきたいと思います。まずはですね、7七香打ちという方法にありまして、7七香打ち、これはですね、こちらに引きますと、こっちに引くかね、銅まで取る2択しかないんですけども、8五玉と逃げましたら、9四竜という手があります。そしてこちらに桂馬がありますので、即詰みということになりますので、頓死になります。頓死になりますので、これも銅まで取るしかないんですね、銅馬。で、銅竜ですね、これで3手使いました、3。で、次に、王様ですね、こちらに引きますよね、6五玉ですね、6五玉。5手目。5手目ですね、6六銀打ち、6六銀打ち、引きますよね。これで6手目ですね、6手目。6四玉。たまにね、数がおかしくなるので、ちょっとね、そこ勘弁してくれたらいいんだろうと思うんですけども、7手目はこちら。こちらの手ですね。7五竜と、7五竜で引きますね、引きます。7五竜で引く、これ8手目ですね、8手目、6三玉で最後これ2通りですね、どっちか金になるか、まあ香でね、下に成香で降りてくるの、どちらかでもいいです。これでね、あの相手玉は詰みます。金が消えてるので取れないと、逃げれないということでね、これで詰みます。はい、ということでちょっともう一回解説させていただきたいと思います。このような状態ですね。まず1手目。7七香、同馬、同竜。そして、まあ、引いて、6六銀打ち、引く、7五竜で引きます。まあ、こっちですよね。
まあ、どっちでもいいかとは思います。6二銀成。ということでね、詰みました。では、他の方法はないのかということですね。この方法でいきますと、まあ、7七香打ちでいきますと、この方法しかないです。ただですね、ただし、実はですね、もう一つ方法がございまして、別の駒を打つ手がございます。7七のところに打つ手がございまして、はい、そうですね。多分おそらく予想してた方もいるんですけども、7七歩打ち。実はこれでもね、詰ませることができます。駒さえ間違えなければですけども、まあこれも同じく同馬で取りますよね。同馬、同竜。同馬、同竜。まあ安い駒を積極的に使っていこうということですね。あ、ちょっとメールが来たんですけども、まあちょっと気にせずに行きたいと思います。で、これまた引く一手ですよね。で、ここで間違えないでいただきたいのが、6六香打ち。これ失敗です。頓死です。詰ませることができなくなってしまいます。なので、6六銀打ち。6六銀打ち。これが正解になります。はい。まあ、見ての通り、さっきと同じような状態ができましたね。引きます。で、こう。これで多分、7。7になりますよね。8、9と。いうことで、さっきと同じ状態ができてしまうと。ただですね、今回ね、銀の打つタイミングがちょっとだけ違うというのがね、今回のこの詰め将棋になりますね。まあ、歩で打つのか、香で打つのかと。まあ、これ二通りということになりますね。ちなみになんですけども、ここにあった時点で香を打ってしまいますよね。香を打ってしまった場合ですと、こっちに逃げられてしまいます。こんな感じで、広いですよね。広いですから、こちらに逃げてしまいますと、これはね、詰みません。全く詰まないので、これはね、良くない手ですね。なので、まあ、ここで銀打ちと。いうことで、最初のパターンで2通り、最後のパターンで2通り。まあ、合わせて大体、そうですね、1、2、3、4、4通り。あるということになりますね。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。実践式の詰め将棋はね、また、次の機会、いつかまたやりたいなと思っています。それでは。